電話かけ方が、そうそうそうです。だから決めた電話かけると、お客様を、ああ、言うだ。
旅行の時に初めて40周年記念をシナホのバックアップに行かせてもらって、ひなの里で旅行のお祭りを同じの展覧会をさせてもらいました。その時は皆さんに大勢来ていただいて本当にありがとうございました。感謝しております。今は若い頃はヨーロッパの方にいて、ヨーロッパを返してきて、中年になってからどうやって日本に戻ってきてからはアジアに取り憑かれて、これはシェフの影響ですね。アジアにずっとここ20年ベトナムから始まって、カンボジアも10年行きました。でバングラディッシュ、スリランカ、タイ、ラオス、ラオスの言うと真っ黒の絵はラオスですよ。ラオスのベコン川なんです。何も見えなくて、黒だけで描いて、こういう絵もいいなと自分で自画自賛しております。それでこのブルーの絵は、ちょうど今から20年前、ベトナムのムンタムのところに行った時の絵なんですけども、レストランの絵で、ここから始まったんですね。それでずっと20年、東南アジアを描いております。まあ、お客に喋らせるって言うと、こんな程度しか喋れません。何か他にありましたら、言ってから説明しますけれども、今日は楽しいサウンドとクイズイングと、そして私のビジュアルを体験していただければ幸せです。コモノスの梶山たけしです。これからも地元を中心にやってきますので、皆様、絵描きは一人では何もできません。生意気なこと言いますけど、皆様の支えがあって初めて発表内容できますので、何とぞ、ご協力、ご指導、ご連絡をよろしくお願いいたします。以上です。すみません。